福田茂義から1971年、昭和46年は、日本の建築家。大正期に長く、東京市の建築家、建築養成家として、また都市計画の方面でも活躍した。長崎県生まれ。1908年、東京帝国大学校科大学建築学部を卒業。同年の卒業生に出浦田助、田中みの渡辺説、特大臣明マロらがいる。 住友総本店臨時建築部、三菱合資会社辞書部を経て、1910年、東京市議士になる。在職中の1913年には、横浜港、開港50周年記念事業の公募設計で、福田案が一等当選。設計原案並びに、基本構造設計を手掛けた。その後、建築課長の後、東京市都市計画試案を立案し調査課長。 市場建設課長、永前課長などを歴任。関東大震災後の1924年、市場施設視察のため、欧米に出張。1928年、建築課長から復興事業局長に昇進。石原賢治、田中貴一、佐野力らと震災復興事業に従事した。1930年に東京市を退職し、麹町区富士見町の自宅に、 福田市義吉建築事務所を開く。1937年、万国博覧会の公営部長に就任。1938年、日本建築学会副会長。1940年、同順会建築部長。1941年、住宅営団理事建築部長に就任。ありがとうございます。